ジョシュ・グローバンはアメリカ合衆国の歌手。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。2001年11月アルバムジョシュ・グローバンをリリースしデビュー。このアルバムに収録されているシャルロット・チャーチとのデュエット曲ザ・プレイヤーをソルトレイクシティオリンピック閉会式で聖火台の炎が消える時に歌唱した。2005年のワールドシリーズ開幕戦でもアメリカ国歌を歌唱している。 わずか17歳で人気プロデューサーデイビッド・フォスターの秘蔵っ子である彼がセリーヌ・デオンのグラミー賞を受賞しきるハーサルにてイタリア人オペラ歌手のアンドレア・ボチェッリの代役を前日に指名され見事に務め上げた。後日談でこの時の様子を面白おかしくセリーヌは語っている。17歳のしかもカーリーヘアのキットが あのアンドレア・ボチェッリの代役をするなんて半信半疑だったわ。でも、見事に務めてくれたのよ。ジョッシュの方もセリーヌの相手と会って緊張していたし、スタッフにもどこに代役がいるんだと、ずっと目の前にいたにもかかわらずそう言われてしまい、あのから30分前からここにいますが、と、双方の面白いエピソードになっているようだ。俳優としてはアメリカの人気ドラマであった、 アリー・マイ・ラブニー2度、歌のうまい青年、マルコム役で出演した。2003年から女優のジャニュアリー・ジョーンズと交際していたが、2006年に破局している。ありがとうございます。